グランドティトン国立公園。グランドティトン国立公園。グランドティトン国立公園。グランドティートンナショナルパークは、ワイオミング州西部、イエローストーン国立公園の南に位置する、アメリカ合衆国の国公園である。この公園は、グランドティトンにちなんで名付けられた。グランドティトンは、標高13,770フィート、4,197メートル。 ティトン山脈の最高峰である。アイダホ州側から山脈を見て、ティトンズと呼んだフランス人の漁師によって名付けられた。ティトンズとはフランス語のスラングで、胸、おそらく峰の形について言っていると見られるである。1929年2月26日に国立公園に指定された。公園は484ミ、1255。 キロメートルにわたって広がっている。グランドキトン国立公園を楽しむハイカーのためにほぼ200ミ、300キロメートルの道がある。ロッキー山脈の一部で南北に伸びるキトン山脈はジャクソンホールの底から前衛の山もなく長さ40ミ、65キロメートル、幅7から9ミ、11から15キロメートルの活断層系地遺産地前面に沿って隆起している。 高さ13,770フィート、4,197メートルのグランドキトンに加え、他の十二の山が、標高12,000フィート、3,660メートルを超える。この内アバランチ渓谷とカスケード渓谷の間の七つの山がしばしば写真撮影されカセドラルグループである。ジャクソンホールは、長さ55ミ、90キロメートル幅6から13ミ、 10から2 0トルの地高国で、高さは平均で6800フィート、2 0 7 0ル、南の公園境の近くの最も低い地点で6350フィート、1 9 3 5ルである。この谷は、キトン山脈の東にあり、キトン山脈の岩石層に対応する、岩石層を垂直に下方に向かって3万フィート、9 1 0 0ル引き離しており、 キトン断層と谷の東側を平行して走るもう一つの段を正断層にし、ジャクソンホール側を常磐、キトンマウンテン側をカバンとしている。グランドキトン国立公園はこの両方の主要部分を含んでいる。しかし、山脈の大規模な侵食と地溝を埋める堆積物により土地の起伏はわずか7700フィート2350メートルにとどまっている。 氷河で覆われた山脈は、建国で始まりモレーンで終わる、有事国によって分けられた一連のホルンとアレートから、できており、ティトンは、アルプス地形の教科書的な例となっている。山の麓で相互につながった一連の湖、ジャクソン湖、ディー湖、ストリング湖、ジェニー湖、ブラッドレイ湖、タガート湖、フェルプス湖によって囲い込まれた、氷河期のアルプス氷河によって、 河原の堆積が残された。谷の中の最大の湖、ジャクソン湖は、非常に大きな氷河が、ジャクソンホールの北に交代した際に残された、くぼんだモレー園によって囲まれている。ジャクソン湖は、広さ 25,540ac、103.4km、最大深度438フィート、1 3 4メートルである。また、 100以上の鉱山と未開拓の湖がある。すぐ南は、バーンドリッジは、同じ氷河の終着点、最後のモレーンであり、山脈に大体直行して、ジャクソンホールの中心を走っており、スネーク川によって二分されている。スネーク川は、ジャクソン湖の南東端のダムでせき止められた出口を出た、あと、谷を降り、バーンドリッジの南のアウトウォッシュプレーンを10未、16、 キロメートルにわたって流れる。川の源流は、イエローストーン国立公園の少し北のティトン、ビルダネスの一部であり、その終着点は遥か西のコロンビア川で、そしてコロンビア川は太平洋に注いでいる。スネーク川は他人の中で、カシガン球をモレーンとアウトウォッシュプレーンに切り分けている。全長156ミ、1699キロメートル。 スネーク川のうち約50ミ、80キロメートルが公園内を曲がりくねって流れており、そこで3つの主な支流、パシフィッククリーク、バッファロークリーク、グロバント川と合流している。気候は半乾燥山地気候で、最高気温は下肢93度、摂氏34度、最低気温は下肢マイナス46度、摂氏マイナス43度である。 平均年間降雪量は191イン、490センチメートルで、平均降雨量は10イン、250ミリメートルである。グランドキトン国立公園で記録された最低気温は、菓子マイナス63度、摂氏マイナス52度で、通常11月初旬から4月下旬まで雪が景色を覆う。獲物を覆って、 1> 約1万2千年前北部ロッキー山脈から来たアメリカ先住民の狩猟パーティーがジャクソン湖畔でキャンプした。数千年間ジャクソンホールは地域の交易と旅行のルートの自然の十字路として使われた。一つのルートはスネーク川沿いを黒曜石が豊富なイエローストーン地域にある源流まで遡るものである。他の主要なルートは山脈南端でティトンパスを横切っており、 現在は、米国となっている、北西部への近道となっている。また、南部のルートは、コロラド高原地域とグレートベース群に続いていた。キトンは、山脈の3つの最高峰を、レトロアキトンズ、3つの胸と呼んだ、フランス人探検家たちによって名付けられた。18世紀及び19世紀に、白人の毛皮漁師と、毛皮商が、鉱山に囲まれた深い谷を、ホールズ。 アナと呼んだ。そうした毛皮漁師の一人がデイビッド・ジャクソンで1829年彼の大好きな身を隠すための場所が彼の名にちなんで名付けられた。ルイス・クラーク探検隊の一員であるジョン・コルターが早くも1805から1806年に現在ジャクソン・ホールとして知られる地域を訪問した最初の米国白人である。 地理学者海部イイデンは1860年にレーノルズ探検隊の一員としてこの地域を訪れた。1871年の夏、彼はすぐ北のイエローストーン地域で初めての政府が支援する科学調査隊を率いた。この調査隊の一部は、これは地理学者ジェームズ・スティーブンソンが率いるものだったが、 イエローストーンで探検隊の他の半分と出会う前に、キトンパス経由で、ジャクソンホールを旅した。通過する際、イエローストーンの最初の責任者 NP ロングフォード、写真家、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソン、芸術家、ウィリアム・ヘンリー・ホームズを含むチームは、この地域の地図を作り、地理学と生物学の調査を行った。これらのデータは後に、ヘイデン調査報告書に含められた。 1897年、イエローストーンの最高責任者代理、SBM ヤング大佐は、移動するワピチの群れを守るためジャクソンホールの北部を含めるよう公園の境界を南に拡張することを提案し、翌年、米国地質調査所所長チャールズ・ D ・オルコットは、キトン山脈も含めるべきだと提案した。新しく設立された、国立公園局の局長スティーブン・マーサーと補佐役、 ホーラス・オルブライトは、1917年、内務長官、フランクリン・レーンに宛てた、報告書でほぼ同じことを述べた。ワイオミング州会議員、フランク・モンデルが、法案を提出し、1918年、米国会員を、満場一致で通過したが、アイダホ州上院議員ジョニュージェントが公演局の管轄の拡大が、羊の放牧許可を課すことを恐れたため、米国上院で否決された。 公園の拡大に対する講習の反対も、ジャクソンホール内及び周囲で始まった。その証拠に、オルブライトは、1919年に、公園の拡張に賛成の発言をするために、ジャクソンを訪れた際、怒った街の人々によって、実際に、そこから追い出された。地域住民の姿勢は、ジェニーコ、エママチルダコ、ツーオーシャンコにダムを作る提案が行われた年に、変わり始めた。 その後、1923年7月26日に地域住民とオルブライトを含む国立公園局の代表が谷の古き西部の特徴を保護するためにレクリエーション地域を作ろうと私有地を買い上げる計画を検討すること目的にモードノーブルの小屋で会議を開いた。オルブライトは公園局による管理を支持していた唯一の人物だった。他の人たちは 伝統的な狩猟、放牧、観光牧場を続けることを望んでいた。1927年、事前家、ジョン・ロック・フェラー二世は、スネークリバーランド・カンパニーを設立し、彼とその他の人々は、匿名でその地域の土地を買い、国立公園局が運営できるようになるまで、保有できるようになった。カンパニーは、140万ドルで3万5000 1 4 2トル以上を買うというキャンペーンを始めたが、15年間に渡る農場経営者の反対と公園局による土地の引き取り拒否に直面した。1928年、国立公園及び森林に係る調整委員会が谷の住民と会議を開き、公園の設立の合意に達した。それから、ワイオミング州上院議員ジョン B ・ケンドリックがグランド。 キトン国立公園を設立する法案を提出した。その法案はアメリカ合衆国議会両院を通過し、クーリッジ大統領によって1929年2月26日、法制化された。9万 6000AC の公園はキトン国有林から切り分けられ、キトン山脈とその麓のジャクソンホールにある6つの氷河湖を含むこととなった。しかしながら、 牧畜業者のロビー活動によって、最初の公園は、ジャクソンホール、その他にそこは、放牧に使われていたのほとんどを含まないこととなった。一方、国立公園局は、スネークリバーカンパニーが保有する3万5千 AC の土地を受け取ることを拒否した。公着状態に失望し、ロックフェラーは、当時の大統領フランクリン・ルーズベルトに手紙を送り、 連邦政府が土地を受け取らない場合は、他の処分をするか、市場で条件を満たす買い手に売るつもりであると述べた。その後まもなく、大統領は、1943年3月15日に22万1 0 0 0 a キ8 9 4トルの交友地を、ジャクソンホールナショナルモニュメントに指定した。しかし、ロックェラーから土地を受け取ることをめぐって長い論争が繰り広げられ、 モニュメントにその土地を公式に含めることはできず、自前であった。地域住民によるモニュメントへの反対は、その指定は、集権の侵害であり、地域経済と税基盤を破壊するものであるとの批判に直結した。牧場経営者は、衝突を引き起こすためのデモンストレーションとして、500頭の家畜に新しく設立されたモニュメントを横切らせた。 国立公園局はこの人目を引くための行為に反応しなかったが、この出来事はこの問題に世間の樹目を集めることとなった。ワイオミング州会員議員フランク・バレットがモニュメントを廃止する法案を提出し、両院を通過したが、ルーズベルトが法案を握りぶした。米国森林局の当局者は、新たにティトン国有林の一部を公園局に譲渡したくなかったので、 譲渡に反対した。最後の一幕では、森林警備官は、ジャクソン湖、レンジャーステーションを公園保護官に明け渡す前に、焼き払うことを命じられた。公園とモニュメントを支持する地域の住民は、排斥され嫌がらせを受けた。モニュメントを廃止しようとする複数の法案が1945年から1947年にかけて提出されたが、いずれも成立しなかった。 第二次世界大戦の終結以降の観光収入の増加が地域住民の姿勢の変化の原因であると言われている。公園を広げて、モニュメントを公園と統合するという運動は勢いを得て、1949年4月までに、利害関係者が妥協案をまとめるために、上院予算委員会議場に集まった。 ロックフェラーの土地は1949年12月16日モニュメントに加えられ、ようやく私有地から公有地となった。ジャクソンホールナショナルモニュメントの大半をグランドティトン国立公園と合併しようという法案が1950年9月14日、大統領ドルーマン大統領によって署名され、法として成立した。その法律の中の一つの情報が遺跡保存法を修正し、 バイオミング州でナショナルモニュメントを宣言する将来の大統領の権限を制約した。グランドキトン国立公園の北境からイエローストーン国立公園の南口まで伸びる景色の良いハイウェイはこの地域の保護にかかるロックフェラーの貢献を認めるため、ジョン・ロックフェラー2世記念公園道路と名付けられた。 ティトン山脈の東表を構成する岩盤は約2.5億歳で、変成砂岩、石灰岩、各種の結岩、相関挿入された火山性堆積物でできている。これらと同じ先カンブリア時代の岩が、ジャクソンホールの第3期の火山性、堆積性、氷河性堆積物の底深くに埋められ、ティトン山脈の頂上から侵食されてから長い時間が経過した。 古生代及び中生代の地層に覆われている。古生代の地層は暖かく浅い海で堆積したため、砂岩と結岩に加えて様々な炭酸塩岩が含まれる。中生代の地層では、海底堆積物と非海底堆積物が交互に堆積されている。後期中生代、白秋海路が周期的にこの地域を覆い、シエラネバダークが西に、 火山性堆積物を供給した。ララミー変動と呼ばれる作り山活動が7 0 0 0 0 0前北たアメリカ西部を隆起させ始め、結局ロッキー山脈を生み出した。これにより回路は消滅し、断層系が生み出され、断層系に沿って高地が隆起した。隆起した地域から侵食された堆積物が、ジャクソンホールのような沈降する堆積盆地を埋め立てる。一方、 四神夜に逆断層によって、キトン山脈の最初の一部が形作られた。後神夜後期のイエローストーンカルデラの噴火に加え、四神夜のイエローストーンアブサロッカ地域での北からの大規模な火山の噴火が、盆地の中に厚い火山性堆積物を残した。中神夜の約900万年前、キトン山脈は南北に伸びる断層系に沿って、 ジャクソンホールの隣で成長を始めた。そして、先進予以降、t ノット湖は、周期的に、ジャクソンホールに流れ込み、厚い固定堆積物を残した。湖は一連の氷河作用によって、先進予には日上がり、ティトンと周囲の山脈に大規模な氷河が見られるようになった。最も寒い氷河期において、これらの氷河は一つになって、カナダ大表現の一部となった。 そして、代表原は、ジャクソンホールと周囲の盆地から、すべての土壌を運び去った。その後の、より厳しくない氷河期が、この損失の大半を修復するのに、十分な局所的に堆積した土を、モレームや氷歴度の形で生み出した。それ以来、1925年の黒板閉じ滑りの、ような斜面崩壊やより、緩やかな形態での侵食が、 地域を少しずつ変え続けている。グランドティトン国立公園及びその周辺部には選手を超える遺憾束植物が生えている。いくつかの木、例えばホワイトバークパイン、フレキシマツ、サブアルペンモミ、エンゲルマントウヒは、冷たい風の強い斜面とティトン山脈の中の約1万フィートに達する鉱山帯を生き抜くことができる。他の常緑樹、例えばロッジポールパイン、 ダグラスファー、アオトヒは、谷底によく見られる。一方、アスペン、ハコヤナギ、ハンノキ、ヤナギが川や湖畔沿いの湿潤な土壌を好む。グランドキトンの森は、通常、特定の生息環境下で一緒に育つに、3の異なる種類の木を含んでいる。これらの森は水体と呼ばれる場所で結合している。水体は、様々な種の野生動物に、 有利な生息環境を生み出す。ある動物、例えばキタリス、マツテン、アメリカクロクマは、ほとんど森の中で過ごす。他の動物、例えばヘラジカ、ワピチ、オオカミは、日中は、日陰と隠れ場所を森に求め、早朝と夕方に、山よもぎや草地に食事に出かける。土壌の状態、水分の供給、勾配、方角、高度が、 植物の生える場所を決定する。似たような条件を必要とする植物は同じ地域にしばしば生い茂っている。これらの諸条件の組み合わせによって様々な植物群落が形成されている。グランド・ティトン国立公園の植物を次の群落に分けることは便利である。森林、山よもぎ平原、川岸の回廊、湿地帯、鉱山帯。上緑樹の森は 7種の針葉樹と高木限界線より下の木と山脈の山がちな部分で目立ち、ジャクソンホールのモレーンの上にまで広がる900種を超える喧嘩植物で構成されている。選別されていない瓦礫がぎっしり詰まった体積は、良質の粘土を含有し、石英岩も多く含むアウトウォッシュプレーンよりもよく水分を保持する。したがって他の多くの植物に加え、 ロッジボールパインの大きな木立ちを養える。アウトウォッシュプレーンのサラサラした土は水分を保持する能力が劣っているため、主に山よもぎと雑草がまばらに生えているだけである。アスペン、箱柳、柳が痩せたアウトウォッシュプレーンの外側の川岸に沿った地帯で追い茂っている。湿った草地は草、すげ、野草に適した生育環境である。コヨーテと アメリカアナグマは、オードのところどころに巣穴を掘る。オードは、氷河期の間に谷に吹き込まれたものである。陰鬱で活気がないように見えるが、公園の鉱山帯ではそこで見られる。厳しい生育環境に特別に適応した植物が、生育する。風、雪、土壌の欠如、増加する、紫外線放射、急激で劇的な温度変化、短い生育期間のすべてが、ここで生き残っている。 体肝性の植物に試練を与える。ほとんどの植物はアルペン忘れなぐさのように地面から離れず、もつれた塊になって成長することによって適応している。グランドキトン国立公園は大イエーローストーン生態系の中心に位置する。大イエーローストーン生態系は地球上に残された最大の手付け数の温帯生態系の中の一つである。これは ティトン地区の動物の多くが2つの公園と数多くの周辺国有林を行き来していることを意味する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。